ウィルテイクチャージは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争場、シュボバ。クラシックこそ無冠に終わったが、2013年、トラバーズ・ステークスとクラーク・ハンデ・キャップの G1 競争2勝、さらに、ブリーダーズ・カップクラシック2着などの活躍により、エクリプス賞最優秀3歳ボバに選出された。ケンタッキー州のオーナーブリーダー企業であるイートン社の生産した栗毛に幅広の流星が、 特徴的なサラブレッドのお馬である。馬体は大柄で、対抗はトラバーズステークス優勝当時には17ハンドを少し超えるまで成長していた。一歳児の2011年9月、ヒルンデール社の仲介の下キーインランドのイヤリングセールに出品され、そこで42万5千ドルで建築家のウィリス・ホートンに落札されている。 その後、ウェイン・ルーカス長教師に預けられて競争馬としての訓練を積んだ。ルーカス9者の同期生には、後にプリンクネス・ステークスを制するオクスボウなどがいた。デビュー戦は8月16日のことで、サラトガ競馬場で行われた未勝利戦で5着であった。続く10月18日、安城をジョンコート機種に乗り換えて挑んだ2戦目にて、2着に一場審査を、 つけての初勝利を挙げている。以後、クラシック戦線まで多くの競争で、コートが安城を務めた。その後は2戦して13着2着と、この時点では目立つ成績ではなかった。3歳シーズンの初戦は1月21日のスマーティジョーンズステークスで、ウィル・テイク・チャージは先行場には、不利な大外の9番枠からの発想となったが、最初のコーナーを大きく回らされつつも、果敢に先行。 バックストレッチ時点で2番手まで進出した。そして前走で負けたテキサスブリングを最終コーナーで抜き、同馬を首差を抑えて初のステークス競争勝ちを収めた。ルーカスはクラシック路線における主軸をウィルテイクチャージと同時期にルコントステークスを制したオクスボウの2頭に据えて計画を練り、次の競争はサウスウェストステークスかリズンスターステークスが候補に 上がり、またその先3月16日のレベルステークスが予定されていた。そしてオックスボーがリズンスターステークスに送られる一方で、ウィルテイクチャージはサウスウェストステークスの方に出走した。しかし、この競争中は最後尾10番手にずっと止まるスピードにかけた走りで疲れて交代してきた馬をかわして6着に入るのが関の山であった。 3月16日のレベルステークスは不良ババで行われ、このため前走サウスウエストステークスを同じく不良ババの中11番審査をつけて圧勝してきたスーパーナインティナインに人気が集中し、2番人気にオクスボー。一方でウィルテイクチャージはアナ人気の単勝オッズ29.00倍であった。ウィルテークチャージは競争序盤は中段6番手に止まって進み、 バックストレッチからコーナーに入るところで徐々に進出、先頭を争っていたスーパーナインティナインが下がるとこれを抜いて3番手にまで上がり、最後の直線でオックス棒を頭さ追い抜いて勝利を手にした。ルーカスはこの勝利に天候を問わずの馬だとビルテイクチャージを表した。その後、ケンタッキーダービーに向けてのプレップレースとしてブルーグラスステークスを使うかが検討されていたが、 結局使わずケンタッキーダービーに直行を選んでいる。しかし、クラシック三冠競争でのウィルテイクチャージは見どころがないままに終わった。ケンタッキーダービーでは中断に止まったまま8着、プリークネスステークスでは安状に、マイクスミスを迎えて、挑むも7着とボンソー、コートを安状に戻しての3冠最終戦、ベルモントステークスでも10着に敗れている。 3歳夏競馬のシーズンに入ると、ウィルテイクチャージはその初戦に7月27日のジムダンディステークスに登録された。それまで、ウィルテイクチャージはブリンカーを装着していたが、ルーカスはこの競争以降ブリンカーを外して出走させている。この競争では、前走ベルモントステークスに優勝したパレスマリスラとの対戦となり、ウィルテイクチャージはその中段5番手につけると、 第3コーナーから先段を飲み込んで、進出、最後の直線で、先頭パレスマリスに一場審査まで迫ったところで、ゴール、2着に入った。ルーカスは競争後のコメントで、彼はまだ体が軽く、成長途中。30日後のトラバーズステークスまでには目に見えて、違っているよと自信を覗かせていた。夏競馬の大一番に当たるトラバーズステークスには9頭の三歳馬が集まり、 新たに安定に、ルイス・サエス騎士を迎えて出走した、ウィル・テイク・チャージの他には、パレス・マリス、ケンタッキー・ダービー優勝馬のオーブ、ドワイヤーステークスの勝馬モレノ、ハスケル・インビテーショナル・ステークスを圧勝してきたベラザの、ラが顔を合わせていた。競争はスタートで、パレス・マリスが出遅れ、一歩で、モレノが先頭に立つ展開で始まり、ウィル・テイク・チャージはオーブに並びかけて5番手を確保。 そのままバックストレッチまで絶好の位置を確保していた。バックストレッチから第3コーナーに入るところで先に動いたのはオーブで内側から切り込むオーブとは対照的にビルテイクチャージは外からまくり上げて先頭集団に挑みかかった。そして最後の直線で4番手まで上がっていたビルテイクチャージはそのまま必死に追い上げ、共に追い上げてきたオーブをかわし、 戦闘のモレノを花さで追い抜いたところでゴール、初の G1 勝ちを収めた。この勝利は安城のサエスにとっても初の北米 G1 勝利で、サエスは神に、ルーカスに、そしてチャンピオンを見に来てくれたここの皆さんに感謝したい。状況はとても良かった。前走、彼が日着になった時に、私は彼の乗り方を知り、そして再現できた。 彼が走りたいように走らせたと語った。また、ルーカスは先にプリークネスステークスを制していた、オクスボウも引き合いに出し、とてもいい気分だ。彼らは思い出させてくれるのにだいぶ時間をかけてしまった。だけど、倍返しで戻してくれたとコメントした。11月に迎えるブリーダーズカップに向けて、ルーカスは、ウィルテイクチャージの次移送に、3歳戦のペンシルベニアダービーか。 コバ混合戦のジョッキークラブゴールドカップ化を検討し、結果ペンシルベニアダービーを選択した。レースでは、先行集団の後ろ5番手につけて、道中を進み、最終コーナーで追い上げる際に一時前に壁を作られてしまったが、直線の入り口で内側に鋭く切り込んで進路を確保、そのまま勢いよく抜けて、ゴール2着のモレヌに2バシン1、4差で連勝を飾った。 一方で、トラバーズ・ステークスの後、モレノの調教師であるエリック・ギロットは、サエスがブザーと呼ばれる馬に電気刺激を与える機器を不正に使用していたと、ニューヨーク州ゲーミング協会に申し立てを行っていた。この疑惑に、ニューヨーク州警察らが捜査に当たっていたが、その結果10月4日に、ニッヒックは、サエスの身辺にはそれらの危機器はなく、ギロットの主張は、 根拠がないと結論付けて公表している。2013年 BC クラシック決勝戦。外が、ウィル・テイク・チャージ。内が勝った、ムーチョ・マッチョマン。11月2日、ウィル・テイク・チャージはこの年の最大目標にあたる、ブリーダーズ・カップ・クラシックに登録された。当日11頭立てで行われたこの競争で、ゲームオン・デュードや、ムーチョ・マッチョマンが小葉勢。 アイルランドから参戦したデクラレーションオブウーラが人気上位の中、ウィルテイクチャージはパレスマリスに次ぐ5番人気、単勝9.60倍に支持されていた。スタートから先頭をゲームオンデュードやモレのフォートランドらが争う展開となり、その後ろにはムーチョマッチョマンとデクラレーションオブウォーがぴったり続き、ウィルテイクチャージは中段やや後方の9番手で、 最初のコーナーを回っていった。バックストレッチで、先頭集団の順位が入れ替わる頃合いに、ウィルテイクチャージも徐々に順位を上げ、第3コーナー手前では6番手にまで上がってきていた。しかし、コーナーで前にできた壁を避けきれず、大きく、外側を回らされたこともあって、最後の直線で猛烈に追い上げるものの、先頭ムーチョマッチョマンに花さどかず、栄冠を逃した。競争後、 暗状を務めたサイスは失速してきたパレスマリスを避けるの外を回らされたのが影響したと敗因を語っている。ブリーダーズカップクラシック2着の時点で、ウィル・テイク・チャージはすでにエクリプス賞最優秀3歳ボバの最有力候補であったが、ルーカスは我々は今とてもキレがいい。もう一つ G1 を勝って彼に白をつけてやりたいと語り、この年最後の競争として、 クラークハンディキャップにウィルテイクチャージを登録した。この競争では、ウィルテイクチャージと前走9着に敗れていたゲームオンデュードとの再戦が注目され、一番人気はトップハンデのゲームオンデュードが選ばれ、一方、ウィルテイクチャージは二番人気に選ばれていた。スタートから中頃まで、アワダブルプレイという馬が先頭を走り、その後ろ二番手にゲームオンデュードが控え、 ウィルテイクチャージは、そのまた後ろ外目4番手に構えた位置取りで競馬が続いていった。展開が動いたのは、第3コーナーからゲームオンデュードが先頭に立ってからで、ウィルテイクチャージも外を回って大きく前進。そして、最後の直線で4番手から猛然と追い上げて、ゴール手前でゲームオンデュードを頭さ捉えてゴールした。この年、ウィルテイクチャージは11戦5勝。 獲得賞金296万977ドルと、クラシックホース以上の戦績を残した。年末の12月29日、馬主であるホートンは、ビルテイクチャージの所有権の50%を、スリーチムニーズファームに売却したことを発表した。内容には調教師は引き続き、ルーカスが務め、また2014年まで競争を継続し、引退後は、スリーチムニーズファームで、 タネボバ入りすることが含まれていた。翌年2014年1月17日、2013年度のエクリプス賞受賞者が発表され、ウィルテイクチャージは二百四は247票中231票を獲得して最優秀3歳ボバに選出された。また、年度代表馬部門においても15票を得ている。ウィルテイクチャージの2014年の指導は、 ガルフストリームパーク競馬場のドンハンデキャップから始まり、その先はサンターニタハンデキャップが予定として組まれていた。ドバイワールドカップという選択肢もあったものの、ホートンの移行によりサンターニタに向かうことにしたという。ウィルテイクチャージは出走馬11頭中のトップハンデ123ポンドを課され、当日の単勝オッズは一番人気2.50倍と絶大な支持を受けていた。 レースはスタートからアンキャプチャードとリーの2頭が先頭を争う展開で、ウィルテイクチャージは先行集団の後ろ6番手でコースの内側を走っていた。バックストレッチからコーナーにかけて、ウィルテイクチャージは馬体を外に持ち出して先行集団を追い抜きにかかったが、この先行集団の壁が広く、このため大きく外を回らされることになる。それでも、 直線の入り口では2番手まで押し上げたものの、前に残っていたリーを捉えることはできず、リーがトラックレコード優勝を決めた、その一場新半後に2着で入選した。3月8日に迎えたサンターニタハンデキャップには、サンシャインミリオンズクラシックを圧勝してきた、ムーチョマッチョマンと、2011年2013年に、続く3度目のサンターニタ制覇がかかった。 ゲームオンデュードも登録されており、さながら三強対決の様相を呈していた。ハンダキャップは、ムーチョマッチョマンが124ポンド、ウィルテイクチャージが123ポンド、ゲームオンデュードが122ポンドで、馬券人気もまたその順に並んでいた。発想と共に先手を切ったのはヒアザゴーストだったが、ゲームオンデュードはすぐさま先頭を奪い取り、2番手に一馬新近くの差を開けて進む一方、 ムーチョマッチョマンは3番手、ウィルテイクチャージはその後ろ4番手に位置して、レース中盤まで進めていった。バックストレッチの後半、2番手だったヒアザゴーストが沈み始めると、ムーチョマッチョマンとウィルテイクチャージは、ゲームオンデュードとの差を埋めるように前へと持ち出し、最終コーナーで、ウィルテイクチャージは、ムーチョマッチョマンを抜いて2番手に立った。そして、最後の直線で先頭を行く。 ゲームオンデュードを追い上げたが、その差は縮まらず、結果ゲームオンデュードの優勝から一馬身3、4差、離されての2着に敗れた。ムーチョマッチョマンは、ウィルテイクチャージからさらに9馬身近く離された4着に入っている。その後ウィルテイクチャージは、ルーカスの地元である、オークローンパーク競馬場に戻り、4月12日のオークローンハンディキャップに出走。 トップハンで123ポンドを積みながらも、単勝1.40倍の圧倒的人気に支持された。6頭立てで行われたこの競争で、ウィルテイクチャージは、最後方6番手からの競馬となり、レースの中盤過ぎに、第3コーナーを大きく回りながら進出していった。この時、直線入り口で前に向き直ったところで、ウィルテイクチャージは内側に大きく寄れて、隣にいた。 ゴールデンラットにもたれかかってしまう。体勢を整えながら前に進むも、再び内側に寄れ続けて、束の振動を防ぎながらゴールに一位入選した。しかし、ぶつかったゴールデンラット及び振動を塞がれたレボリューショナリーの機種両名は、ウィルテイクチャージに妨害を受けたと抗議し、このため審議が行われる。そして長時間の審議の結果、最終的に、 着順通りの最低が下され、ウィルテイクチャージの同年初勝利が確定した。5月2日、ウィルテイクチャージは、チャーチルダウンズ競馬場のアリシーバステイクスに出走した。この競争では、乗り代わりでゲイリー・スティーブンスを安状に乗せ、8頭立ての中、単勝オッズ1.60倍という断然人気に押されていた。スタートから、内側6番手の高位置につけたが、後に、 スティーブンスが最初は内側で良かったんだけど帰りのコーナーの時には自分も馬も嬉しい状況になかったと語るよう前と外側に壁を作られてどちらにも持ち出せないまま終始展開が続いてしまい結果最後の直線でも伸びずに6着と大敗した続くスティーブンホスターハンデキャップでもスティーブンスが引き続き安城を務めたがこの競争では 前走とは逆にスタートでもたついて、先頭から10馬身近く離された後方8番手からの競馬となった。一方で道中はバックストレッチでは気楽に進められたコーナーを大きく回って戻ってくるとき、彼は楽しそうだったと後に語る様子で最終コーナーを回って4番手にまで上昇、そこから追い上げを図った。しかし、 先頭に立っていたムーンシャインマーリンを捉えるには、至らず1進3、一馬新三、四差の二着に敗れた。8月二日のホイットニー招待ハンデキャップでは、パレスマリスとの久々の対戦で、ハンデキャップの上では、ウィルテイクチャージは同等であったが、馬券人気では、目下4連勝中だったパレスマリスが、圧倒的な人気を占めていた。久々に、サエスを安城に迎えて出走した。 ビルテイクチャージは、スタートから最初のコーナーにかけて、外目に持ち出して、いつもの後方待機を維持、モレノが先頭に立って、バグを引っ張る中、少し離れた7番手でレースを進めていった。第3コーナーから、いつものように、大きく、外をまくり上げていったが、内側に5等ほどいた中で持ち出したロスは大きく、モレノが逃げ切り価値を収める中で4馬身に1。 4離れた3着に敗れている。モレノの調教師であるギロットは、因縁の相手だった、ウィルテイクチャージを下したことに喜び、トラバーズの時に感じていた自信をまた感じることが、できた。私の言いたいことがわかりますね。と、皮肉混じりのコメントを残している。その後、9月27日のジョッキークラブゴールドカップを目指して調整が行われていたが、9月21日に、 つなぎ人体を痛めたことを理由に引退が宣言された。2015年よりスリーチブニーズファームで種ボバとして活動を開始し、初年度の種付け料は3万ドルが設定されていた。種付け料は2015から2019年が3万ドル、2020年が1万5000ドルであった。2020年現在でまだ目立った産区は現れていない。2020年からは、 シャトルシュボバとして、ウルグアイのフィリップソン牧場で、つなぎをされることになった。母テイクチャージレディは、スピンスターステークスの連覇を含む G1 競争3勝、総合で22 20戦11勝の戦績を挙げた馬で、あった。ウィルテイクチャージ以外にもフロリダダービー優勝馬のテイクチャージインディを出している。また、2005年生のヒンバチャーミングは、繁殖ヒンバとして成功。 テイクチャージブランディオマハビーチの G1 馬二頭の母となった。ありがとうございます。